こんにちは仏壇事 com の高です、えっと、今日は犬缶の素朴な疑問、素朴な疑問、疑問2として、ちょっと以前、犬缶の,の素朴な疑問っていうのをやったことがあるんですけど、それの第2弾ということで、あの動画を撮影していきたいと思います。この動画を見るとこんなの聞いていいのかなとか、ちょっと ね、皆さんコメントのレベルが高いんだけど自分がちょっと聞けないなって思う人でもあの素朴な疑問が解決する動画になってると思いますのでぜひ最後までご覧ください、えー、とまずですね1日15日旧暦ですね旧暦の1日15日にはヒヌカのお水とかお水、えー、と塩米酒 で帰るじゃぎですかで帰るこの帰ってあと捨てていいのっていうことなんですけど水は捨てるまたはびなげあの指の中指につけておでこにつける中指につけておでこにつけるっていうのを3回うびなげ3回やって捨てる。 っていう人もいます。でも私はそのまま捨ててます。で、塩もそのまま捨ててます。で、お米は、うん、とタッパータッパーに置いて、うぶく以外で使用してます。食べてます。で、お酒も捨ててます。で、茶揚ギーも捨ててます。なんか置いてあるのはお米だけですね。 でえー、とこんな感じで処,処分、処理してます。であの、今回質問があったのが、1日15日にお供えしますよね、この変えるタイミング、捨てるタイミング、捨てる、変えるタイミングっていつですかっていうことなんですけど、基本的には1日あって、次の15日までそのままです。 なんですが、私は水は毎日変えてます。これ結構、あの、ヒルカの水毎日変えてるっていう方多いです。なので、水は毎日変えて、塩は減るってことがないので、そのままでいいと思うんですけど、米も減ることないので、そのままでいいと思うんですね。で、茶色のお水は、まあ、少なくなったら、少なくなったら、変える、みたいな。足して、変える。で、お酒は、 少なくなるんですね。この15日間の間に。蒸発もあるんですけど、あの、このスピードが、減るスピードが速くなると、避妊感が喜んでるってよく言われるんですけど、この少なくなるので、私は、足すです。あの、入れ替えじゃなくて、足してます。で、これ、間々でやっていくんですけど、中には、1日手を合わせます。水も、 塩も米も酒も茶あぎも器全部洗って器をひっくり返して置く人がいるんですね。であのこれって OK ですかっていう質問があったんですけど本来神様にはこれは常にお供えです。なのであの器をそのまま空にして置いとくっていうことは 1>, 1年365日24時間一切ないですね。なので、お供えされたままになります。これこ,こまでわかりますかで、あとはいつ帰るのってよく言われるんですけど、1日15日に帰ります。例えば、茶ギは1日に帰る、15日に帰る、まだ生き生きしてるのに捨てるのもったいないっていう人がいるんですけど、これは、えっと、神様の宿り着 みたいな感じでこの神様がこっちに来た時にこの茶叶に止まってるっていうイメージかなっていう意味とかその場の浄化っていう意味があるので常に新鮮なものを置いておくっていう意味もあるのであの同じものを根っこが生えたからって言って1年2年やってる方がいるんですけどあれはもう全く当初の意味を成してないだって根っこ出てるのにっていう人がいるんですけどあのこれは別の動画でも解説してますけど 根っこが出て OK だったら、植木鉢置いとけばいいですよね。でも違うってことは、根っこが生えるまで置いちゃダメだと思うんですね。なので、この茶葉木、ちょっと気をつけておいてください。で、えっと、あとはお酒について泡盛りを入れてください。これ料理酒入れたり、日本酒入れたりっていう人があのいらっしゃるようなんですけど、あの泡盛りです。で、これ別であの泡盛りに カビが生えるんだけどどうしたらいいっていう動画でも解説してるんですけど30度の泡盛だったらカビが生えにくいですなのであのぜひ今ちょっとカビがねーっていう人は青森の30度私は久米島の久米船使ってますけどあの3合瓶ってあの透明の瓶があるじゃないですかあれに紙パックから移してますで私たちは結構よくこのお酒なくなるのであの飲むお酒とは このひぬかんとか仏壇のお酒を分けてくださいねって教えてます。で、これは何でかって言ったら、神様がいただくお酒を一緒に分けていただくのっていう考え方です。じゃあ、その考え方でいったら米はどうなんだろうって私、ここちょっと疑問なんですけど、米ってわざわざひぬかん用とか買わないじゃないですか。うちの場合、塩はあの専用があります。専用の塩。 お酒も専用のものがあるんですけど、米だけは賞味期限があるので、あの、犬缶用だけとかっていう風に別にしてないんですね。一緒。共有してます。そうすると、神様と同じのをなんか分けて食べてるみたいになるので、これいいのかなと思ったんですけど、これはいいそうです。ちょっとここの通りが私の中でまだしっくりいってないんですけど、 そそういうういことだそうですであの今までのこの「かんの素朴な疑問」とか「茶あギの替え時」の素朴な疑問とか「カンの,の,の塩の盛り方」とか「カンのお酒が2日でかべるんだけどどうしたらいいね」っていうのは今まで、えっと、公開してきた動画の中にあるのでこの動画の概要欄に全部 URL 貼っとくのでそこをチェックしてみてください。ということで今日は「かんの素朴な疑問2」。 ということで、ちょっとしたことなんですけど、あのお話をさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録をしてない方は、ぜひあのこの動画の下のチャンネル登録っていうところをピッと押してもらえると、あの動画が更新されるとご連絡がいくと思いますので、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。